こんにちは。今ね、ネイルを乾かしよるからめっちゃ慎重なんですよ。手今ね、ネイルをね乾かしてるんです。ジェルネイルやっと取った。この指、親指、そうだからこれ全部今塗ったネイル、なんかほんと数日でところどころ取れちゃうから、何日かに1回塗りよる。やっほー、ネイルを乾かしてる途中です。髪の毛を触りたいけど触れない、触れない。ここだけ塗り直してないので、この2つ塗り直して、こっちは全部塗った、小指以外。誕生日おめでとうって、まだだよ、あと3日。これ大丈夫か。3日、そう、今もう2分前ぐらいまでネイル塗ってましたから、私2分前ぐらいまでネイルしてたから、乾かす間にショールームしちゃえと思って始めました。ネイル乾かし中、絶賛。誕生日おめでとうって、まだだよ、ありがとう。お誕生日まであと3日。よし。そう、ネイル乾かんから髪の毛が触れないんです。前髪をどうにかしたいけど、許してください。ちょっとあっちこっち触っちゃう。あ、定期便になるっちゃ、ありがとう、ありがとうございます。まだ誕生日じゃないけれども、普通のネイル、そう、セルフネイル、マニキュアを今塗ったんですよ。こっちの親指のジェルネイルがやっと外れたので、こっちは全部セルフになりました。あとこっちは1本ジェルがついてますね。やっほー、うわー、暑い、めっちゃ暑い。待って、よいしょ、オッケー、これでいいね。そう、ネイル、なんかね、ピンクと白もいいなって思って塗ろうと思ったっちゃけど、やっぱこの親指だけオレンジってのはちょっとあれやなって思ったから、このジェルネイルが外れるまでは、自然に外れるまでは白か、あ、違う、オレンジで揃えようと思って。なぜ顔半分、どういうこと、顔半分。そう、めっちゃ暑いよ。エアコンつけた、一緒。オレンジ、ちょっと今日も薄かったかな、3度塗りした方が良かったかな。まあいっか、薄い方が。ちょっとなんか前に塗った指だけ濃い気がする。あ、ここ小指塗っちゃらんよね。今日もマックフルーリーめっちゃハマっちゃうやん、いいね。カルピス、マンゴーカルピスだっけ、そんなんよね。いい感じ、綺麗けど
薄かった気がするな。もう一回塗った方が良かったかな。こんなです。でこっちはここだけジェルがついてるからこんなそうオレンジ。あそうそう、前に塗った指は濃いですね。濃いね。そう、前に塗ったやつなんか剥がれちゃらんところは塗り替えんやったから、あえて前塗ったとこはめっちゃ濃い、なんかグラデーションみたいになってるわ。乾いたら感じ変わるんじゃない。確かに変わるかな。いや、うーん、このままかも。待って、前髪を動かしたい。難しい。こんにちは。髪も、待って待って、ネイルス乾かす間って難しいよね。すごい不自由、不自由です。方言かわいい、嬉しい。方言ありがとうございます。宮崎弁ですよ。こんにちは。あ、あ、もしかしてもこれ乾いてる？あ、いけるかな。じゃあいつもね、試すときね、乾いちゃうか、ここにスッてさせるんですよ。で、スッて取ったら乾いてるみたいな。いけてるかも、意外と。あ、いけちゃうかも。お、いけてるかも。うん、色ついたら教えてあげるか。やだよやだよ。動かしたいけど親指がね最後に塗ったから多分乾いちゃらんよ。親指は乾いちゃらん自信がある。こんにちは。あー、前髪が動かしたいよ。暑いね、みんな。自然乾燥、自然乾燥。みーちゃんは自然乾燥してます今。そう、さっき塗ったところやったらもう少し我慢しときそうね。よく言われます、よく言われる。もうちょっとじっとしときなさいって言われる。はいっつって、そう、なんか触っちゃうんだよ。大丈夫かな。あ、乾いてるかも。この指は撫でられる。あ、ここもいけるかも。ここもギリいける。親指はちょっと怖いから触らんどこ。意外と結構乾いてきたかも。でも怖いので、うん、そう、塗りました。さっき塗った、さっきショールーム始める1分前ぐらいまで塗っちゃった。そう
サーモン、サーモンカップラーメンでも3分待てないと。いや、カップラーメンは3分待ちます。ちゃんとちゃんと待つよ。カップ麺ぐらい、カップ麺ぐらい待ってます。なんかこういう手とかはさ、やっぱなんかね、なんかねめっちゃ思う。ネイルとかすると乾か、自分でセルフネイルとかするとさ、乾かす時間あるやん。そういう時に思う、やっぱ手って大事やなって。だってさ、手ってめっちゃ使うやん。そう、手をめっちゃ使う、なんか手をめっちゃ使うんだなって改めて思いますねそう、なんか手の重要さ。そう、いや、そう、きっと乾いちょっかなって言って、そう、一回勝負しちゃう。カップ麺くらい待ってますよ。いい感じかも。え、めっちゃ可愛いよ。どう？こんにちは。ネイル乾かし中です。触ったらあかんやつ。そうね。そうね。ネイル可愛いね。え、やっぱ前回のとこ濃い、濃い気がする。前回の小指小指くらい、ああ見えんね、分からんね。ネイルの色は変えちょらんよ。塗り直した、一回取って。え、なんかめっちゃハゲてきてたんですよ。そうだから塗り直した何本か。うん、そう、綺麗な色って嬉しい。オレンジ、そう、あと3日。爪取ったんって。え、そう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 、よう気づいたね。ここの指ね、親指ね。あ、いけるか。そう、こっちの親指だけ取れたから、こっち全部セルフになった。で、こっちはここだけジェル。かわいいっしょ。やっぱ一回取んないとダメなの。そう、なんか一回取った方がね、そう、なんか綺麗につくやん、やっぱ途中からより。つけ爪やったの違う、ジェルネイルをもともとしよって、これの前。そうで、ジェルネイルをジェルネイルが1個外れたから、そっからネイルサロン行って取ろうかなと思ったけど、なんか糸通したら取れてたから、全部自分で取ろうと思って。本当は外し方、ちゃんとした外し方があるっちゃけど、うちは糸でなんか取れそうなタイミングの時に取って、それまでセルフネイルをしようと思って。で、あとここの親指だけ取れてないです。結構乾いた。やっぱさ、親指ってさ、親指って面積広いやん、当たり前に他の指より。だからめっちゃ塗りやすかった。あとね、これ何指？お兄さん指？何？お姉さん指？これ何指？薬指？いや違う、待って、人差し指、中指、うん、薬指はめっちゃ綺麗に塗れる傾向があるわ。カナルカのマサヤサーノー、口コロミサーノー、ツイッター&インスタグラムフォローミー、テルマカシー。そう、髪の毛触りたいけど、よいしょ、いや、塗ってあげようかって。塗ってくれる？綺麗にネイル
楽しいけどネイルってやっぱ何ジェルネイルはねするときあんまりやってもらうときあんまり何香りないっちゃけど、まあ、あるけどものによってはでもやっぱりマニキュアは香り強いよね。マニキュアに匂ったことある？めっちゃ強いんですよ。うん、エースを触れんって思ったら、まあ確かに。でも早く乾いてほしいと思っちゃうよね。でもネイルって乾いたと思って触って、崩れた時の、まだ完全に乾ききっちょらんくて、崩れた時の、なんか罪悪感、なんていう、なんか、ショックは大きい、めっちゃ。ああ、なんも、30分待ったのにとかさ。5分待ったのにまたやり直しみたいな、そういうところある。そう、最初から待ちなさいって話なんですけど、うん、そう、あ、もう一回みたいな。そう、ネイル待てませんね、あんまり。そう、手大事、手大事、よく使うもん、うん、何するにもさ、そうそう、髪の毛とくにも手使うし、でなんか当たっちゃったら崩れちゃうしとか、いろいろあるよね。うん、男性で小指だけマニキュア、なんで小指だけ、小指だけやってなんかあると、小指だけやったらなんかいいことある？小指？それなら全部つけたいよ。うん、ネイル楽しいけどね、なんかアレンジできるようになりたいですね。ラメとか、これね、これラメさ、ラメとかこれつけたら可愛くない？なんかこんな感じで、これ見えづらいよね、ここラメ入ってるっちゃけど、ちょっとわかる？透明のマニキュアはね、いいと思うよ。透明のマニキュアは爪が綺麗に見えるからめっちゃいいと思う。いいと思うね。でも完全に乾いたかな、触っちゃう。あ、いけてる気がする。あ、うん、乾いたかも。そう、オレンジ、オレンジ、オレンジです。やっほー。そう、もうすぐお誕生日、あと3日、あと3日、あと3日しかない。二十歳もあと3日で終わっちゃう。やっほー、いい色ですって嬉しい。でもピンクとか白にもしたかったよ。さっきから乾いたってめっちゃ嬉しいもん、嬉しいもん。でもなんか怖くてまだいろんなもの触れん。うん、みんなはお昼休憩ですか？終わりましたか？暑い、めっちゃ暑い。暑いね。京都からありがとう。確かにマンゴー色とも言うかも。やっぱ小指だけ濃ゆいわ、面白い。赤い服&オレンジのマニキュア、どっちでもサーノンが好きな色。そう、どっちも好きな色。うん、
なんか暖色、うん、暖色とかさ、うん、なんか明るい色、明るい色ってさめっちゃなんか身につけちゃうだけで元気出らん。みんなのテンションの上がる色って何色ですか？仕事しながら聞いてる、ありがとう。休憩なって、お弁当食べ終わったっていいね。お弁当パステルグリーン、なるほどなるほど、パステルグリーンね。何色がテンション上がりますか？テンション上がる色ってでも人それぞれ違うよね多分。赤？じゃあ今日元気出た？確かに赤はいいね。空色、イエーイ。空色。じゃあ水色系？暖色身につけてると元気出る。オレンジとかね、最近めちゃめちゃの中で、あの来てるんですよ。そう、めちゃの中では最近オレンジがすごいテンション上がります。うん、元気出る。好きな色はネイビーとかブルーとか黒。うー、なるほど。黄色、あー確かに黄色もいいね、元気出るね確かに。黄色、オレンジ、赤、うん。え、でもなんか緑とかはめっちゃ落ち着くよね。緑、自然のなんか木の色とかはなんか落ち着く色。あ、青もどちらかというと落ち着く系かな、元気出るっていうよりは。海の青とか、うんうん、ああ、うん、痛たな。スペース GO さん、花ありがとう。紫、おー、紫はなんかお洋服の色とかだったらめっちゃ綺麗だなって思う。お部屋の物入れ緑で統一。そう、なんか緑、確かに和、確かに和って感じもするね。うん、うん、こんにちは。なんか洋服今日の洋服とかさ、なんか選ぶときとかさ、なんかあるよね。あ、今日は緑が着たい気分とか、まあ、気分ない？何色が多い？あんまないかも。でも気づいたらピンク多いとかはある。気づいたらピンク多いとかはあるよ。気づいたらピンク多くないみたいな。だってピンク、あ、ピンク、ピンクでしょ、ヘアピン、ピンクでしょとか、そういうのはある。ライトもピンクだし、うん、とかはある。うん、緑買ったことない。じゃん、一時期ね緑ばっかり集めよった時あった。でも小学生ぐらい、それは
ピンクかめっちゃアイドルやんって嬉しい。あとオレンジとか、ピンクオレンジの持ち物は、あ、なんか最近はオレンジがなんか増えてる気がして、でも普段はなんかピンクを選んじゃるわけじゃないけど、なんかピンクのものが多かったりする。あ、メイクポーチもピンク、メイクポーチもピンク、2つメイクポーチ、なんか何個かあるっちゃけど、メイクポーチ主に使ってる2つがピンク、1つはなんかあかりんさんのクリスマスコフレのやつやけど、それも薄ピンクだし、バーバパパのメイクポーチもピンクやね。明日か FNS 歌謡祭、騎士団さんいいね。オレンジのものなかなかないよね。確かにオレンジのものなかなかないけどさ、なんかなかなかないからこそなんか見つけたら買っちゃう。最近はお洋服オレンジ色ハマっちゃったりとか、小物なんかオレンジが入った文字のやつとか選んだりしがちかも、うん、靴の日焼け、あ、腕の日焼けか、腕の日焼けもやばいし、帽子買おうか思って、何色がいいか調べて、何色が焼きにくいっちゃろうね。確かに、カズ兄さんコバありがとう。確かに、うちも最近ね焼け方がね、すごい。ちなみにここ焼けてません？どう見せたらいいか分からんけど、なんか焼けてるの。そう、うん、確かにペンライトの色ね、決めようね。オレンジ、みんなは何色のものが多いですか？持ち物。黒系がいいらしい。帽子の色か。あといろんな機能がついてるらしい。黒の帽子がいいってこと？でもさ、黒の帽子ってさ、めっちゃさ、何？光吸収線？黒いさ、洋服着て夏外出るとめっちゃ暑くない？超暑いよね。黒、白、青。おお。黒が多い。そっか。黒ね。確かに黒無難やもんね。こんにちは。黒。じゃあ白の方が多いかも。黒、うん、なんか黒い半袖とか着るようになったものもここ 1,2 年だし、それまで全然黒いお洋服を持ってなかった、あんまり。焼けないのは黒がいいだし、でも白より黒っていうし、確かに、まあ、焼ける、確かに白やとなんか紫外線入っちゃうような感じするよね。確かに、フォローしました、ありがとう。確かに、あー、合わせやすさ大事。確かに白と黒はね間違いないよね、何合わせても合うし、うん。確かに、黒ね、黒は焼けんけど、あっちいよね、あっちいよね、本当に。
サーモンは冷ややっこ好きですか？冷ややっこってさ、だって冷ややっこってさ、あの厚揚げ豆腐のやつ、豆腐のやつ、豆腐のやつだよね。好き好き、なんかお出汁に使ったやつかな、好き。洋服は紺が多い。紺意外でも帽子は黒でもいいかもって思ってる。見に行ったら気が変わる、変わりそうやけどってことか。あ、変わりそうやけど、うん。え、冷ややっこって何？え、多分ね、うちの想像と合ってるよ、冷ややっこ。お誕生日おめでとうって、3日前だけどありがとう。冷ややっこ。え、冷ややっことお出汁に入ってるやつじゃないと？お豆腐だよね。あ、あれ？お豆腐に醤油かけるやつ？え？あれ？あれりゃりゃ？あ、冷ややっこ普通の、冷ややっこ、あ、普通の木綿豆腐。あ、失礼いたしました。じゃあ私が思ったのは何？揚げ出し豆腐ですか？あ、想像間違ってた。あ、ごめんなさいごめんなさい。木綿豆腐ね。じゃあ木綿豆腐って言ってよ。木綿豆腐って言ってよ。ちょっと料理を連想させたやん。なんだ、冷ややっこ、普通の豆腐ね。好き好きうちは揚げ出し豆腐をじゃあ想像してたんですね。冷ややっこ逆切れはあかんやあかんって、逆切れしてません。うん、わかりやすくね、冷たいお豆腐好きって聞いてくれたらわかるよ醤油とネギと生姜で食べるお豆腐。あ、待って、冷ややっこの食べ方が決まってるってこと？え、待って待って、冷ややっこってさ、ちょっと待って待って、冷ややっこ、冷ややっこ、え、だから冷ややっこってだからあれやろ、冷たいただのお豆腐ってことやろ。冷たいただのお豆腐にお醤油つけ、お醤油と鰹節とかつけるやつじゃないと、生姜とかそういうの。え、どっち？木綿って言ったやんさっき。あ、絹ごし、まあどれでもいいんじゃない。じゃあどれでもいいんじゃない、とりあえず冷やした豆腐ってこと。冷やした豆腐を食べるの好きですかってこと。そういうことね、そういうことね。今のソラノンの想像がよかった。味付けはお好み、なるほど豆腐をご飯にのせて食べると美味しい。豆腐をご飯にのせる、豆腐、待って待って、豆腐ご飯にのせるんですか。それお味噌汁やない、それお味噌汁をってこと。お味噌汁ならわかるかも。沖縄の島豆腐、島豆腐なんか聞いたことある。あ、木綿か絹かお好みだそうです。じゃあ合ってますね。え、好きよ豆腐好き。冷ややっこ、うん、いいよ冷ややっこでいいよ、うん、冷ややっこ好き冷ややっこ、冷ややっこおしゃれ。これ高野豆腐の方が好き。高野豆腐めっちゃ好き。高野豆腐大好き大好き。高野豆腐は大好きです。高野豆腐の煮物めっちゃ好き。
めっちゃ好き、めっちゃ好きですね。え、高野豆腐、え、高野豆腐やばいよね。めっちゃ美味しくない？高野豆腐は最近食べちゃらんけど、一時期めっちゃハマって毎日食べてました。ちょっと前まで毎日高野豆腐食べてました。煮物、冷ややっこ勉強になった。まあ勉強になりました。だしに使ってる豆腐が好きやねんな、サーモンは。そうね、それかお味噌汁とか入ってた方が好きかも。そうね、確かに、うん、そうかも。うん、普通の冷やっこよりは、うん、高野豆腐とかの方が好き。今の時期は卵豆腐、卵豆腐って何？卵豆腐とはお答えください。卵豆腐って何？卵豆腐、卵豆腐、湯豆腐、湯豆腐を出汁で食べるの好き。いやー、美味しいね、美味しいね。卵豆腐ってどんなんっけ？ちゃん食べたことあってもさ、その料理の名前わかんないとかよくあるから、わかん、食べたことあるかも、いや食べたことないかも、わからん、あるかないかもわからん。こんにちは。卵豆腐ってどんなの？高野豆腐って何って聞かれるようなもん。ああ、そういうこと？卵豆腐っていう食材があるんですね、じゃあ。そういうことね。高野豆腐も高野豆腐やもんね。じゃあ、高野豆腐のお友達ってことでいいですか？高野豆腐のお友達でいい？卵豆腐は。高野豆腐と同じ形？お仕事頑張ってね。じゃあ豆腐とは違うってことね。豆腐やけど。卵豆腐、卵でできたお豆腐？四角に切って、醤油だし、醤油かだしにつけて食べます。冷ややっこね、うん、美味しいね。卵豆腐はじゃあ豆腐の友達かな。卵豆腐はだし汁と、蒸し料理？ん？卵豆腐？茶碗蒸しじゃなくて？茶碗蒸しじゃなくて？え、蒸し料理？ってことはさ、液体、それさ、蒸すってことはさ、やっぱさ、茶碗蒸しじゃない？違う？茶碗蒸しとは違う？卵が入ったお豆腐。豆腐が黄色い。
豆腐と呼ばれてるけど大豆に、大豆とかに、大豆とかにがりは使ってない。なるほど。卵豆腐おいしい。スーパーに絶対売ってる。食感は茶碗蒸しに近い。茶碗蒸しって思えばいいか。豆腐状に固められた食品を豆腐に、例えて呼ぶらしい。なるほど。茶碗蒸しみたいな感じってこと。茶碗蒸しに近い。美味しそう。いや、美味しそう、美味しそう。卵豆腐、調べよう。調べた方が早いわ、これは。調べよう。卵豆腐ね。卵豆腐、豆腐だね。豆腐やん。黄色くもないけど、黄色お豆腐。卵が入った豆腐ってことね。茶碗蒸しみたいな味がするじゃん。美味しそう。あ、じゃあ冷ややっこ調べとこうか。あ、冷ややっこ、冷ややっこだわ。はい、好きです。冷ややっこ、冷ややっこ好き。確かに冷ややっこ好きだわ。みんなの説明わかりやすい。本当ありがとう。みんな、なんかごめん。マングースさん、お誕生日おめでとうって、あと3日、ありがとう。みんなの説明分かりやすかったらしいです。皆さんありがとうございます。分かりやすく説明してくれてるのに本当にごめんね。なんか冷ややっこ嫌いな人おらん。日本人なら、いや待って待って、これはちょっと語弊がある。あの、豆腐が嫌いな人シンプルに多分いると思う、豆腐が嫌いな子もいるよ、今日入れんで3日、13、14、15、そう、あと3日です。あと3日、あと3日。あ、でも確かに13、どっちとも言えるね。人によるよ、数え方は。多分これは12、13、14、あと3日間。そうね、今日入れて3日間、20歳で入れれるよみたいな感じ。冷たい方が絶対美味しい。あ、湯豆腐ね、有名ね。確かに。14日はいつ配信が始まってもいいようにしとく。嬉しい、嬉しい。そうしてください。いつでも配信が始まっていいようにね、準備しててください。
なんか今日赤きちょっからかな、めっちゃ黒髪に見えん、めっちゃ黒髪に見えるけど、ふんちゃんだっけそれは。朝6時んー、じゃあ朝5時半にしようかな。絶対ない、5時半はふんちゃんは夢の中ですね、きっと。5時半にするかもしんないせんけど、何時にするか全然決めてないですね。5時半なんてサーノン寝坊したらしてみんなに怒られる。確かに5時半にやりますって言って絶対寝坊するからね、絶対怒られるから言いません。誕生日暇とぎ配信できるのかな、からもできるかな、わかんない。いや5時半なんて絶対に言いません、口が裂けても言いません、大丈夫です。5時半にもしするときは口なしでやりますね。まあ絶対絶対起きる用事があるならすると思うけど、ないので。で5時半とかみんなも寝ちゃうやろ、爆睡なうやろ5時半は。あ、5時半にするなら告知ありがいい。まあそっか、誰も見に来てくれんかったりしてね、寂しいから告知はするわ。一応告知っていうか、5時半にするとき、朝の5時半にするときはやる前に言いますね。それか明日朝めっちゃ早いかもみたいなね、匂わせしますね。サーノン剣道やってるイメージあります。嘘、待って、剣道めーんって、そんなイメージだじゃん、そんなイメージだった、初めて言われた。いや初めて言われたよ、本当に本当に初めて言われた。剣道やっちゃうイメージやっちゃう、かっこいいイメージってこと。ちなみに何ですっけ、お面をつけたこともないですし、これ持ったことないです、棒。確かに絶対みんな寝てるよ5時半はね。え5時半とかに配信したらみんな見てくれんじゃない、決まった気配し、なるほど、考えます。え、なんて言う、剣なんて言う、なんて言ったっけ、バチじゃないしね、あれなんて言ったかな、剣道やから剣やない、剣かな、剣でいいのかな。刀？絶対違う、剣やない、剣、しない、しない、しない、剣道、しないか、しないか、持ったことないです。
剣道のあの棒の話、棒の名前、え絶対剣道してないでしょ、この顔、この顔は剣道してらんねん絶対。初めて言われた。スポーツ何ができそう、このお顔で何してそうですか、何してそう。木刀、あ木刀っていうとバドミントン、あバドミントンはできる、好き。柔道、あ柔道はやったことある柔道はねやったことあるよ。柔道は授業でやったことある。柔道はそう、柔道はねそう授業でやったことあるから柔道着持ってますよ。柔道着持っちゃうけど、あのお兄ちゃんのお下がりだから、お兄ちゃんと兼用だから大きかった。なんかやっぱさ男性サイズ、いや一緒かなサイズは柔道着配信なんてしません、できないのでテニス、テニス全然できんよそう、うんちゃんもあの柔道の授業であのやってたんです、柔道の授業やってたんですよ。そう、え戦ったことあるかな、あ戦ったことあるわ、そう授業で人と戦ったりしてました面白い、全然やり方覚えちゃう、なんかなんだっけ喫茶固めとかなんかいろいろあるよねなんか試合やってましたよ、そう試合やりよった空手やったことない、うちも柔道着たことあるんです。背負い投げとかはしたことないですけど、そうやっちゃった、なんか何っけ受け身、受け身懐かしい、受け身ってワード受け身ドーンってやったりドーンってやったりやりよった懐かしい。柔道はやったことある、剣道はやったことないけど柔道はやったことあるね。そう、なんかね柔道着買わんといかん期間があって、でなんか兄弟、お兄ちゃんお姉ちゃんがおらん子は買わんといかんかったけど、お姉ちゃんはお兄ちゃんがおるから買わんでよくて、お兄ちゃんの使ってました。お姉ちゃんが柔道は想像できん、弱っちそうやろ全然覚えてないけど楽しかった。でも柔道の授業なんか新鮮で、だってさ女の子ってあんまやらんやん、まあ男の子も柔道やらんとやらんと思うけど、えなんかさ柔道ってさやっぱさそんなさめっちゃ身近なスポーツでもないじゃん、なんか陸上とかやったらなんかかけっことかでさまあ馴染みあるかもやけど、柔道ってさやる機会ないやん、させてもらう機会ないやん、めっちゃなんか新鮮で楽しかったよ、難しかったけど、ね、受け身とかやるよね。女子はダンス、男子は柔道やと思ってたって、あ女子もダンス、男子もダンスの授業あった、なんかうんあった、中学校ぐらい柔道も女子と男子一緒、へいみたいな、へいじゃないや、なんていう、なんていうっけ、受け身パチーンみたいなあるやん、
あ、懐かしい。帯の結び方なんかあったね。なんかどっちが先に、どっちが先とかあるよね。こっちが先、右左、どっちが上とかなんかあるよね。なんかこうドンってな、なんていうかよね。そう、やりよった。なんかなんちゃら技、はい、この絵のやり方を覚えてくださいみたいな。え、君に掛け声ないっけ。なんかなんて言うっけ、ドーンみたいな、叩くやん。なんかさ、畳を思いっきり叩くの、ポンみたいな。え、なんかないっけ。いや、でもさすがにヘイではなかった気がするけどなんて言うっけ、何も言わんけ。なんか懐かしいね。でも柔道着姿があるんですよ。柔道着姿で柔道の授業を受けた経験あります。なんて言うっけ、なんて言うっけ。よいしょー、絶対違う絶対違う。確かみんなで、ね、ヘイって言ったら楽しいね。ヘイって言ってやばい、ふざけてるやんそれ。そう、なんかなんかね、あれよ、柔道の時間になったらみんなで畳を並べる。そう、畳を並べるんですよ。そう、畳並べて、そうやるんです。懐かしいね、柔道着姿なんて。こんにちは。剣道とかじゃなくてよかったよ。いやいやいや、どっちもあれやけど。めーで剣道いた、剣道の方が痛そう。そう、畳のなんか順番あったりとか、なんかさ、畳の重いやつと軽いやつがあって、なんかそう、みんな軽いのを求めて運び寄った。2人1組で、そう、重いのを、なんか次の重いからその次のを持とうみたいなあったりとか。そう、あった。うん、そう、やっぱ女の子はさ、軽いのがいいやん。なんか重いのとね、軽いのでめっちゃくちゃね、なんか差があって、めっちゃ重い畳とめっちゃ軽い畳があって、直すのも準備するのも大変やった。そう、畳のお部屋をさ使えばいいのにさ、なんかわざわざ、ね、畳を作るんですよ。畳で柔道場を作るんですよ。そう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 、畳取りに行くのにね、駆け引きがあるんですよ。そう、そう、これ運んでとか言ってねそう、力仕事を頼んで軽いのを運ぶっていう女の子。そう、空手怖そう、空手、ボクシング、剣道怖そう、まあ、柔道も怖そうやけど、実際やったらボクシング、ジャブ
疲れ様。懐かしい、そんな授業もあったわ。柔道ね、そうやんね。柔道は着替えて、チャイムが鳴ったりする前に着替えて、待っとかんといかんかったね。先生の挨拶する前にチャイム鳴って、柔道って高校の時やんなって。高校で柔道やったっけ高校で柔道やったっけ、高校でやったっけ。で、中学校でもやりました。高校は、高校ではやっちゃらんかも。中学校でやりました。柔道、そうやったな。中学校の時やりました。だからもうめっちゃ前、懐かしい思い出。そう、柔道の授業やってましたよ、中学校。確かに自分守りにね、確かにあるよね。そう、柔道の授業受け身。でもめっちゃ基本的な、なんかテストに出るようなやつ、なんだっけ、カノージゴロウさんとかなんか テストに出るやんか。柔道を生んだ人は誰でしょうみたいな、カノージゴロウさんですみたいな。そう、なんかなんだっけ、なんか固め技の名前とか、キサ固めとか、なんかあるやん。なんだっけ、上からのやつとか、そういうなんか名前答えなさいみたいなあるから、そのために柔道やりよった。柔道、柔道は実技だけじゃない、筆記のテストにも柔道の内容出るから。そうそう、あった。確かにね、柔道さすがに実技だけでよくないってなるよね。柔道もね、なんか保健体育のテストの時に、筆記試験で柔道についての問題もあった。なんか、これは何がためでしょうとか、やりよったね。こんにちは。
かみんな珍しい授業とかなかった？中学生とかの時。他の体育の競技でも筆記あったの？あった。サッカー、野球、バスケ、バレエ。サッカー、野球、バスケ、バレエ。何があったかな。うん、柔道はあったね。は絶対あった。あったよ。なんかサッカーは何人でしょうとか、11人、ピンポーンとか、なんか何があったかな。なんかサッカーもね、なんかいろいろ問題あったよとか、バスケのゴールするときの名前みたいな、なんだっけ、レイアップシュートとかね、シュートの名前とか、そう、このラインから入れるのは 何ゴールですかとか、何人ですかとか、バスケ5人よね、5人とか、バスケ何人でしょうとか、野球も何人でしょ、9人とかなんかいろいろあった、うん、あ、サッカーはね、なんかめっちゃ難しかった。インサイドキック、アウトサイドキックとか、なんかね、いろいろあったよ。サッカー難しかった気がする。うん、そうね。あ、バレーもなんかリベロとか、なんかいろいろない？なんかあった気がする。なんかあった気がするね、いろいろ。まあクイズよ、クイズみたいなもんですね。そう、テストに出るんですよ。そう、座学もだからあるあるある。だからそう、なんかさ、体育ぐらいさ、テストなくてよくないって思う。体育実技のテストもあって、筆記のテストもあったから、そうだから、なんかずっと体育しておきたいのに体育着て、体育やりたいのに、なんか今日は保健体育の授業筆記ですとか言って、そう、教室に座って教科書とペン準備して、そう、板書してやってました。まとめてとか、そうやっちゃったね。え、懐かしい。あー、運動が苦手な子でもそういうことか。筆記して点数が取れるようにってことね。で、逆にさ、筆記が苦手な子はでも不利よね。体育めちゃくちゃ本当は成績いいはずやのにね、落ちちゃうみたいな。バランス保たれてますね、よく。そうそう、だから確かに、そうそう、なんかあんまりスポーツできんくても大丈夫みたいなとこあった。そうそうね、体育は勉強できん子が確かに輝ける場でもあり、でも保健になったら、あの、体育ができる子は逆になんか保健の授業、保健の何、筆記のテストができんやったりするよね。うん、インドネシアに行ったことないですか？ No、 ないです。体育ね、楽しいよね。体育楽しいよね。うん、まあ短い時間で着替えたりするのはちょっとめんどくさいけど、うん、なんか着替えたりするのにさ、あれがあった、なんか
男子は 何年何組で着替えて、女子は何年何組で着替えるみたいな、あった、なんか交換みたいな。そう、なんか隣のクラスに行って着替えたりとか、逆に自分のクラスに他のクラスの女の子が来たりとか、男女で分かれてました、着替えは。え、そうだからさ、なんかさ、忘れ物した時とかさ、めっちゃ気まずいよね。なんか廊下にいる子にき、あの、これ取ってきて、何番のロッカーかこれ取ってきてとか言ったり、逆になんかどこどこにこれかけて体育着置いてあるから取ってきてくれんとかね、逆にいろいろあるよね。女子いつまでも着替えてる着替え終わったとか教えてくれんで、あーね、ある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 、閉めっぱなしでね。確かに確かにそれあった、なんかいつまでも外で待たれてるみたいなね。え、着替え終わっちゃうよみたいなね、言ってよみたいな、あるね、懐かしい。そう、時間さえなくてクラスが決まってた、そう、隣のクラスで着替えるとか。あ、でも一クラスしか体育ない日は順番、そう、着替え終わったらはいみたいな。懐かしいね。あったあった、あったね、懐かしいね。え、高校は、え、高校はね、え、ここ？え、高校は、あ、高校は着替える場所があった、着替える場所があったりとか、みんなトイレで着替えちゃったりとか、女の子はしてましたね。割と一緒って感じ。バニラかなんか匂いがすごかった。面白い。あるあるやね。高校生あるある。いや、そうよね。女の子と男の子でさ、なんか制汗剤の匂いとか違うやん。なんか男の子は何？スースー系のなんかギャッツビーとかスースー系が好きで、女の子はなんか甘い香りが好きとか。あるもんね、あるよね。なんかそれがさ混ざるとさ、混ざった時の香りがなんかすごいよね。わかるかもしれん、それは。うん、混ざった時すごいわね。うん、確かに。みんな汗かいたら制汗剤で拭くもんね。ひんやりシートみたいな。なんかギャッツビーもさ、なんかいろんな香りがあるやん。え、なんか男の子はなんか、うん、ミント系みたいなをよく使うけど、女の子はなんかブドウとか桃とか、うん、え、なんかさ、桃の香りがね、発売された時なんか流行って、なんか桃発売されたらしいって言ってみんなでなんか急いで買いに行ったりやってた。懐かしいね。桃の香りが発売された頃高校生でした。そう、体育終わりにギャッツビー定番シーブリーズ。確かに確かに。あ、蓋交換ある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 やん、それ。
可愛くするためにね。なんかあるよね、あるがね、懐かしい。なんか水色の入れ物にオレンジのキャップするとか、なんかピンクに青つけてみるとかね、青にピンクつけてみるとか、懐かしいね。それみんなやりよったわ。そう、みんななんか買いに行っちゃったよ、放課後とかに。なんか桃発売されたらしいとか言って、どこにももうないとか言って絶対あるのに。うん、青春。それどこに売っちゃった、それどこ売っちゃったとか言って、まるまるのまるまるスーパーにあったよとか言って、じゃあ行ってみようとか言ってそう、懐かしい。シーブリーズね、うちも仲いい友達が使いよったな。うちもでも買ったことあるかも。何色やったかな、何色かがね、めっちゃ良かったよ。めっちゃ当時良くて、なんかな、ピンクか紫かなんかいい香りのやつがあって、うん、そう。うちは蓋交換してなかったけど、やってる子ったね。うん、かわいい入れ物になってる子おった。なんか蓋と容器の、ん、容器と蓋の、うん、まあ容器と蓋一緒やけどさ、こことここの色が違うみたいなね。うん、あったあった。もう香り混ざりそうやけどね、蓋だけ交換したら。そんなこともないっちゃろか。うん、青春ですね。楽しかったよ、とても。カバンの中、なになになに、ぶちまけたりあーあるあるある、シート持ってる子にね、今日シート忘れたから貸してとかね、ちょうだいとかね言ったり。あったあったあったわ、懐かしい、めっちゃ懐かしい。うん、懐かしい。あーあー、あるある、それめっちゃあるある。友達がそうやったよ。なんかバッグをからって投稿して、でなんかそのバッグにあのシーブリーズの蓋、シーブリーズの蓋が開いちゃって、もうま、もうべちょべちょみたいな。でなんかもうバッグ開けたら教科書濡れちゃって、もうその香りみたいな。うちもちなみにあの水筒のお茶をこぼしたことがある水筒のお茶。そう、なんか自転車に乗って、そう自転車に乗っちゃった時にバッグ入れてカゴに、でなんか多分水筒のこう、ここの部分、蓋の部分が鍵閉まっちゃらんくて開いてみたいな、こぼれてみたいな、悲しいみたいな。めっちゃショックやった、あの日は。どっちの方がマシやっちゃろうね、シーブリーズがこぼれるのと。どっちもどっち。うん、仕事中にチラッと見ただけで今日もめちゃくちゃ可愛い、みさん配信楽しんで嬉しい、ありがとう。そう、お茶こぼした時は本当にめっちゃショックやった。水やったらまあよかったけどさ、
その日お茶です。そうお茶、緑茶、めっちゃショックやった。お弁当の汁はよくこぼれず、待って、お弁当の汁、お弁当の汁ね、そういうことか。確かに青春青春。いや自転車にさ、バック乗せた時点でさ、めちゃくちゃさあれやん、こぼれる可能性大やんね。そう、悲しかった。カナルカナム先生の口コミ、ツラのツイッターのインスタグラムフォローミー、テレマカシー。あ、じゃあね、いろんな交通手段使ってました。いろんな交通手段、そう、送ってもらうこともあったし、なんか友達のママに乗せてもらったりとか、いろいろ。体からスースーしたいって、シーブリーズ絶対飲まん方がいい。そうそう、それからそう、お茶がこぼれんかめっちゃ用心するようになった。あ、お弁当より便あるよね。より便あるある。あるやん。仕事終わったって、お疲れ様。お疲れ様。ね、懐かしいね、青春だ。青春ですね。雨の日に自転車に乗って、滑ったこともあるし。懐かしい。チャリやったから、他校の子を見かけたりすると、あの子かわいいなって思ってましたって。青春だね。青春やね。楽しそう。青春、ほんと青春。そんな風に投稿してるっちゃ面白いね。懐かしい。もう懐かしい。今何時だ？そろそろ読もうかな。あ、ちょっと待って。トカチンさん、ハートありがとう。ネギ大佐さんだってる読み方。スイカありがとう。長岡太郎さん、お花ありがとう。7キロくらい走ってたから、そうでもしないとつらい。つら。え、チャリンコも乗りよった。チャリンコもめっちゃ乗ってました。チャリンコ、乗ってた。めっちゃチャリンコ。チャリンコはお友達ですから。なんかさ、カッパ忘れてさ、雨の日、帰りは雨だったみたいな日とか、
滑って大変だったよ。よかったね。ヤンキー校制汗剤より誰が強いしか、誰が強く、なんかテレビドラマの世界やね。いいね、なんかドラマっぽい、楽しそう。怖そうやけど楽しそう。うん、なんかテレビ見てる感じする。じゃあそろそろランキング読んでいきたいと思います。はい、13位、まさかつさん、ありがとうございます。12位、アディマスディズキーさん、違うかな、ありがとうございます。11位ネギ大佐さん、ありがとうございます。10位 YKY キャットマクリランチュさん、ありがとうございます。9位タカさん、ありがとうございます。8位キバータさん、ありがとうございます。7位ヨシオさん、ありがとうございます。6位孫悟空さん、ありがとうございます。5位ナーポンさん、ありがとうございます。4位コイチさん、ありがとうございます。3位フォーカットマーク香港チームメイトと16期箱石さん、ありがとうございます。2位ヒデトさん、ありがとうございます。そして1位はカズ兄さんでした。あと3日、ありがとう。はい、皆さん今日も見てくださってありがとうございました。終わっちゃうのって、じゃあ何時からやってますか、ショールーム。そろそろ終わろうかなって、うん、思います。ありがとう、見てくれて。それではじゃんけんしましょう。せーの、そらのんじゃんけん、じゃんけん、ほい。チョッキです。はい、それでは皆さん見てくれてありがとうございました。じゃあ午後も元気に頑張りましょう。それではバイバーイ、バイバーイ。